回はこのようなお花を100均の材料だけで作っていきたいと思います。道具と材料です。ハサミ、ピンセット、木工用ボンド、あとこちらダイソーで購入したハレル布の赤1枚と緑1枚と、こちらもダイソーの、刺繍糸と、これはセリアで購入したこういうピンです。あとフェルト生地なんですけど、こちらは直径で、こちらは直径 2.5 センチぐらいに切ってあります。手拭き用に濡れタオルを用意します。こちらの切り方です。赤い方が7センチ×7センチが6枚と、5センチ×5センチが6枚で、こんな風に切ってもらうとちょうど切れます。1、2、3、4、5、6とこれ7センチで、こっちが5センチ×5センチ6枚、このように取っていただくと取れると思います。緑の方が4センチ×4センチを2枚ご用意いただきます。切り取り終わりました。6枚6枚2枚です。でボンドをこれの入ってた袋しておきます。こちらを剥がしていきます。で三角に折ります。はい、でピンセットでつまんでまた三角に折ります。これをまた三角に折って、ここまでは普通のけんつまみになるんですが、三角に折った後ろの方からこうピンセットをこのように入れていただいて、このこれを手前に持ってきます。で反対側も同様前に持ってきます。この高さが合うようにこういうふうに持ってきます。真ん中だけがちょっと短くなっているので、両脇を真ん中に合わせて切ります。まっすぐ切ります。この横のここの部分の角も切って落とします。こんな形になります。でここをつまんで、この面とこの面にボンドを塗りつけていきます。こことここの面です。で手でこうならしてなじませるようにしてぐっとつまんであげると、これの粘着力もあるので結構すぐくっついてくれます。はい、でここちょっと開くようにしておきます。こんな感じです。ちょっと分かりづらいかと思いますので、もう一度この紙でまず半分に折ります。でこれを半分に折ります。こんな感じ でさらにこれを半分に折って、これもけんつまみになります。でこのここの部分にピンセットを入れて、こちらに開いていきます。開いて折ります。で反対側も折ります。でこの時にここの高さが同じになるように折ってください。で真ん中の短いところに合わせてここで切っていきます。この状態でここの角を こんな感じで切
ます。ここちょっと残して、こんな感じ、このぐらいの角度で切ってあります。でここでこう切って、こことここにボンドをつけて、ここで閉じてあります。6枚ずつ出来上がりました。で色の濃いこういう赤とか緑を使われるときは、まめに手を拭きながらされた方がいいかと思います。で次に緑です。緑は普通に剣つまみをしていきます。まず半分に折って、でまた半分で、もう一度半分に折ります。であまりちょっと高さが今回ない方がいいかなと思うので、これもこのぐらいで切っていきます。斜めに切りました。でこれも裏面に、この面にボンドをつけて、手でなじましてグッとつまんでいきます。こちらもそうですけども、10秒ほどこうぐっとつまんでいただくとよくくっつくかなと思います。こんな感じでもう1枚も作っていきます。すべて出来上がりました。でこれをここにくっつけていきます。でまずこの小さい方の花びらを、小さい方のフェルトに、この面にボンドをつけて置いていきます。はい、じゃあ次大きい方の花びらはちょっとこうお花自体を大きく見せるために、花びらと花びらの間をちょっと開けてます。今中心も開けてます。小さい方はこんな感じで詰めてあります。これをこの上に置いていきます。裏にこのぐらい縫っていただいたら、そっと置いていきます。下の花びらと花びらの間に上の花びらが来る感じにずらして置いていく。葉っぱです。葉っぱは一つでもいいんですけど、今回二つくっつけてみようと思います。でこの二つのここに今ボンドを塗りました。で2つをちょっとずらして、高さをちょっとずらして、さらにこの両脇にボンドを、はい、で下の花びらと花びらの間、ちょっと隙間の多いかなっていうところにグッと差し込んで、こちらもダイソーの刺繍糸、大体指2本ぐらいに20回ぐらい、10センチぐらい切り取って、このちょうど真ん中のところに持ってきます。2回結んでください。両方の輪のところを切っていきます。こちらの輪のところを、これをこの真ん中の結びの目のところで折ります。半分にこうやって折ってあります。でここでグッとちょっと形をつけるような感じでグッと持って、真ん中がちょっと高くなるように切っていきます。こうちょっと斜めに、外に向かって斜めに切っていきます。なるべく 丸になるようにカットしました。折ってるところのこの結び目が見えてしまうと良くないので、この結び目のところにちょっとボンドをこう伸ばして
真ん中同士をちょっとくっつけてあげると、こんな感じで、でここまでできたら、この下のところにボンドをしっかり塗って、お花の中心に置いていきます。はい、こんな感じで出来上がりました。このもう一枚、だいたいこのぐらいの間隔で切り込みを入れていただいて、でピンのこの上の部分を差し込んで、またこちらから戻してきます。こんな感じになります。はい、でこれをこちらにくっつけていくんですけど、前もって作っておいた方に今日はくっつけていきます。でここにちょっとボンドを塗って、こちらにもボンドを塗っていきます。はい、でこの面にたっぷりボンドを塗りつけていきます。で裏にこれをそのままペタッと貼り付けて、はい、だいたい一晩置いていただければ乾くと思います。出来上がりました。ご視聴ありがとうございました。